まあ、まずは声をかけていただいて本当に嬉しかったっていうところが最初の思い でそこからは、なんていうんですかね、まあすごく調子のいいチームで J2 で本当にこう自分が来るとき勝ち点的にも結構2位とも差があって、ずば抜けていた中で、そこで自分が行っていくからにはやっぱり本当にさらにそのチームを加速させるような存在にならなければいけないし、自分自身も J1 で結果を残せずに、まあ、J2 に来るというところで本当になんかこう自分の力を証明しなきゃいけないというところですごく覚悟を持って、行かなきゃなというふうな思いで決断しました。守備が硬くて、攻撃は、まあ、シンプルで、本当に相手が嫌がることを徹底してやっていくというところがそうですね、印象でしたね。で入ってみて、まあ、自分がやって、本当にそうでしたし、練習のところからしっかり守備のところでまず、まあ、監督も言っているようにしっかり守るというところを徹底しながら、攻撃のところでは、自分たち その相手が嫌がるというか一番ゴールに最短に迫れるようなやり方っていうのをやっているんだなっていうのはやっぱりこう来る前の印象と、まあ、変わらずっていう感じですね。そうですね、まず来てすぐスタメンで出させてはいただいたものの、最初はまあ千葉に負ける形になってしまって、まあ、自分自身こう先ほども言ったように来るときに、そのチームをさらに加速させる、自分自身も結果を残すっていう思いで来た中で、まあ、なかなか、まあ、1試合ではありましたけど、やっぱり選手にとって1試合1試合というのはすごく大きい、チームにとってもすごく大きい中で、そこで結果を残せなかったというのはすごい自分自身も悔しかったし、申し訳なかったし、まあ、そこからも引き続きこうスタメンに使っていただく中で、まあ、3連勝したり、まあ、エスパには負けてしまいましたけど、その後山形に勝ったりと、もちろんもっともっと、自分が来てからもやっぱディフェンスの選手として、でチームと掲げているその失点をゼロにするというところに関しては、やっぱりなかなか無失点で終わる試合っていうのは前節の山形ぐらいしかなかったので、他の試合では失点をしてしまっているというところもあるので、そこはやっぱり何ですかね、守りきれるように、自分自身もなっていかなければいけないですし、チームがそういう意識にもっとなるように自分自身発信していかなきゃいけないというふうには感じていますね。でもまあFC 東京時代になかなか2年間ほどあまり試合出れなかった中で、ここに来てから勝ったり負けたりとか、自分自身も自分のストロングポイントを出せてるっていうのはすごく充実感はありますし、シンプルにすごい嬉しいというか楽しくできてます。そうですね、まあキックっていうところ、クロスだったりセットプレーだったり、背後への供給するボールだったりっていうところは一つと、あともう一つはロングスローっていうところは、自分のストロングポイントではあるし、はい、あります。エリキが前世その前のエスパルスの試合で怪我をしてしまって、今シーズンなかなか難しい状態になったりとかして中で、これまでエリキが18点ぐらい取って本当にチームをこう支え続けてた、得点もそうだし存在としても支え続けた中で、そういう選手がいなくなったっていうところが、もちろんチームとしてはすごく痛いですけど、でもそこで改めてチームが一つになったっていうのは正直あると思いますし、その中で本当に気持ちを込めて、連敗はできないっていうプラスエリキの思いっていうのをみんなが持って本当に臨んだ1週間があったからこそあの試合につながったと思いますし、前線から本当にハイプレッシャーをかけて、しっかりボールをつないでくる山形に対して前半から前線がプレッシャーをかけてくれたことで、後ろとしてはすごく何ですかね、守りやすかったし、試合展開にも的にもプレーしやすかったなというふうに思っています。その前線のプレッシャーというのもやっぱり山形戦というのはすごく効いてましたし、そこからのショートカウンターだったりというのもあったので、そこがまず一つ大きかったのかなというところと、決めきるところでしっかり決めきれたというのも一つすごく大きいと思います。前半でやっぱり3対0というのはすごく、何があるかわからない90分ではありますけど、チームとしては落ち着いて後半に入れるというところがあるので、今までチャンスがありながら決めれずにちょっと厳しい試合展開になるっていうシーンもあったので、そういった意味を考えるとすごく3点取れたっていうこと前半で大きかったですし、その後も引き続き集中して追加点を取れた、チームとして相手に
なんか相手の強みを出させなかったというよりかは自分たちの強みをすごく出そうとした、出そうとできた試合だったのかなというふうに思います。町田として失点ゼロというところと、あともセットプレーというところのこだわりというのもすごくあるだなというのは、あそこは来てすごく感じてはいるんですけど、という中で、まあ、来てからずっとセットプレーのキッカーもやらせてもらっている中で、まあ、チャンスにはなったりとか、まあ、そのヘディングしてその後のシュートを誰かが決めてくれてというシーンはありましたけど、直接自分のボールからというところはまだなかった中で、まあ、前節本当にこう狙い通りの形で場所に入れて、まあ、デュークも強くて決めてもらえて、本当に自分としてはチームが大事にしていることプラス自分が強みにしているところが合わさって、得点に結果につながったので、そこはすごく良かったなと思いますし、やっぱ、まあ、嬉しかったのと、あとはこうそういうチームが大事にしているところを任せられている中で、すごく、まあ、少しほっとしたというか、やっと一つ結果につながったので、そこはすごくちょっとこう、うん、自信を持てたかなっていう感じです。すごく俺的には心強いなというか、なんかまとまってるなっていう印象はすごくあるというか、正直そこまでめちゃくちゃこう、まあ、ゴール裏っていうか、あの横のところあそこが多いかって言ったらそうじゃないかもしれないですけど、でもあそこのいる人たち、もちろん他のスタジアムに足を運んでくださる皆さんもそうですけど、すごくなんか一体となってチームが勝てる雰囲気を作る、なんかチームが勝てる雰囲気を作る雰囲気がすごくスタジアムに流れてるなっていうのはありますし、僕自身右サイドなんですごく前半とかは近いですし、まあ、後半もフリーキックコーナーキック蹴り行ったりとかロングスロー投げ行くときにすごく心強い声援をもらったりとか、本当になんかやっぱりチームとして厳しい激しい戦いをしていく求められている僕たちからすると、やっぱりこうやっぱ試合の中で苦しくなる時っていうのはあるんですけど、そういう時の、まあ、ゼルビアサポーターの後押しっていうのは本当に力になるなっていうのは僕自身はすごい感じてますし、まあ、みんなもそれは感じてると思いますし、試合後の何ですかあれ、何て言うんでしたっけ、ラインナスとかも、まあ、ホームで今のところ、まあ、千葉戦は負けてしまいましたけど、そこからは勝てているので、なんか毎回あの光景っていうのはすごいなんかこうなんていうのかな、なんて言ったら、なんかこのみんなと肩組んでサポーターの人たちと顔を合わせて、なんか本当にみんなも笑顔で、もうこっちはもちろん笑顔で、なんかすごいすっきりというか、すごいなんかいい光景だなっていうのは、自分自身はなんか今まで FC 東京で2年間、まあ、1年半ほど全く出れずに、まあ、出てメンバー入ってもあんまり出れずにとか5分とか10分しか出れなくて、すごい悔しい思いをして、チームが勝っても一緒にこうラインダンスとかこうチームあのサポーターの挨拶するときもどっかで、うん、なんかこう本当に心の底から喜べてたかったらそうじゃないと買ったんですけど、今は本当になんか心の底から嬉しいし、なんかこうこのチームでこのチームが掲げている目標を達成したいと思いますし、でも逆にそういう思いを持っている仲間がいるっていうのも僕自身は理解はしてるし、自分がそうだったので、つい最近本当1ヶ月ちょっと前まではそうだったから、あのラインダンス自分からしたらすごく美しい光景ではありますけど、多分隣で肩組んでいる仲間は悔しい思いだったり、そういう思いも抱えてる仲間がいるということは僕は感じてますし、出てるメンバーっていうのはそれをすごい感じながら戦っているので、それがまあこの町田の強さでもあるのかなっていうような感じます。そうですね、11試合って結構まだ残ってるなって自分自身は思います。でやっぱりチームの目標っていうところ、 J2 優勝、まあ、J1 昇格っていうところあると思いますけど、正直そんな先の目標を見据えている場合ではないというか、本当に目の前の1試合1試合、まあ、自分たちはその1試合に向けた1週間1日1日を本当にもうひたすら全力で戦っていくしかないなっていうところがポイントだと思います。やっぱり山形戦もそうでしたけど、相手の良さを出させないとか、相手がこうだからこうっていうのはもちろんサッカーなので大事ではありますけど、自分たちの良さをどれだけ出せるかっていうのがやっぱ町田の強さではあると思うので、攻守において。そこをいかに
その週末の試合に 100%、120% 出せる状況に持っていくかっていうのが、これからさらに大事になっていくとは思います。まあ、チームだったり監督の方からも、相手は、もちろん相手もいるんだけど、本当に自分たちだっていうところはよく監督も言ってるので、それは本当にそうだと思いますし、本当に自信を持って、あのピッチに、週末に立てる状況に持っていくっていう1週間が自分たちに本当に大事だと思うので、もちろん先の目標っていうのはために戦っていきますけど、その本当に1試合1試合を全力で戦っていくっていうところで、あまり先を見ず、本当に11試合もあれば、前のジュビロが11試合ぐらい負けなしだったように、そういうチームが出てくる可能性もありますし、逆に何戦も勝ちなしっていうチームが出てくるっていうのは簡単にあり得ることなので、本当に先を見すぎず、まず本当に次の試合、群馬戦、全力で向かっていくっていうのが、この町田にとって大事なポイントかなって、自分自身にとっても大事なポイントかなっていうふうに思います。そうですね、チームとしてはやっぱり連勝して、さらに目標達成に向かって近づけるように、頑張って、まあ、勝つっていうところ目標にやっていきたいと思いますし、まあ、個人としても結果につながるようなプレーを目指して意識してやっていくっていうところと、失点をゼロっていうところにこだわってプレーして、本当にまあ失点ゼロで自分は結果を残してチームを勝たせるっていうところを、まあ自分の目標、個人の目標とチームの目標として、まあ、1週間頑張って群馬戦に臨みたいなというふうに思います。そうですね、いつも本当に熱い温かい応援ありがとうございます。まあ、僕たちは本当に J2 優勝、J1 昇格というところを目指しながら日々本当に、チーム一体となって戦っていますので、引き続き皆さんと一緒に戦っていければと思います。さらに熱く温かい応援をよろしくお願いします。